どうも、あきです。ペナント実況をやっていきましょう。さあ、では今回はシーズン後半戦、そして終盤戦をやっていきたいなと思います。そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで、このペナント実況を毎日投稿という企画を行っております。ペナントの動画毎日見たいよという方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録していってください。さあ、では早速やっていきましょう。8月10日から今回はやっていきたいと思います。ということで、まずは選手登録から確認していきたいんですが、まずピッチャーの方なんですが、ケールが5日間ぐらいの怪我をしておりまして、このタイミングで一度2軍に落としております。まあそうですね、疲労のこともあると思いますので、一度しっかり2軍でケアしようというところです。で、小柳に関しては、ちょっと絶不調だったので、防御率 4.05、そこそこいいピッチングはしてくれているんですが、ちょっと他のピッチャーも試そう。かつ、この辺りで一度疲労が溜まってくるということで、一旦ね、落としております。はい。で、上沢投手に関しても同じく絶不調だったので、ちょっと、1回分ちょっと間を空けようということで、10日間だけ2軍に落としたいなと思います。で、柿木投手、なんと星の数275というところまで成長しておりますので、この辺りで一度プロ初先発いきましょう。はい。そして、後で言うと、中継ぎピッチャーはいろんなピッチャーが育っているので問題ないかなというところですね。セットアッパーこの時期は2枚入れて、セットアッパーが一番疲労たまるのかななんてとこもあるので、石川投手を抑えに回して、こんな感じで一度やっていこうと思います。で、続きまして野手登録の方、こちらは前回も確認しましたが、今中田翔選手が結構痛い怪我をしているのと、あとは10日間ぐらい、はい、ですね、太田大志選手も怪我をしていますということで、この期間4番指名打者柴崎いきたいと思います。今シーズン、途中から、7月ぐらいから出始めまして、3割3分そしてホームラン10本と非常に活躍しております。高卒ルーキーの年もかなりホームラン打ったので、引き続き期待したいというところです。で、横尾選手が5番という形で、この期間さあどうなるのかと、この期間非常に優勝に向けては大切ですね。で、今年谷口選手が調子いいので、ここも使っていこうということで、スタメン今ライトで使っております。こんな感じです。いきましょう。さあどうなるんでしょう。で、さっきからお知らせの欄に書いてあるんですが、オリックスの吉田正尚選手がめっちゃ調子がいいので気をつけましょうという風に書かれてあります。はい。さあ、ということで、で、この期間野村選手と清宮選手、この両選手ですね、この選手たちも1軍に、入っております。なので今横尾選手があんまり調子が良くないので、いや、野村選手いきましょうか。で、これいってみようかなとこれいってみましょう。これいずれやりたかったんですよね。柴崎選手、野村選手、清宮選手というこの若手ロマン砲3人衆、はい、ここでホームランを狙う。これが456と続く。これはロマンあるね。で、先発書き投手、これはとてつもなくロマンある。若手で今日は攻めていくというところで行ってみましょうか。誰か一人ホームラン打て、書き投手をよし、初勝利に導けというところで、はい、お、柴崎のタイムリーなどで逆転に成功した。吉田正尚選手もね打ってますが、柿木投手もプロ初勝利、初登板初勝利という結果になりました。はい、素晴らしい。で、奥村はもう2割9分8厘ぐらい打ってたので、この試合打ってないですけど、めちゃめちゃいいですね。はい。で、柴崎打ってる、野村選手も打ってる、清宮選手も打ってると、いや、この456は5年後ぐらいになるかなと思うんですけど、いずれ、この日本ハムを引っ張っていってくれる、そういうね、345でもいいですし、456でも456かなになってくれれば嬉しいなと思ってます。3もちょっとミート力が高い選手をというところで、はい。で、今清宮選手に連発がつきましたね。で、これ僕の考察ではあるんですが、みんな結構三振がこのチームついていて、レギュラー陣で、粘り打ちを取ろうとすると三振があると取れないんですよ。で、この中島選手粘り打ちがついていて、三振がずっとこのミート力でついてないということは、逆に粘り打ちつけときゃ三振つかない、もしくはつきにくいんじゃないかということを考えまして、特にミートが低い選手は粘り打ちをつけていこうということで今練習をしております。ということで今清宮選手、連発もね、こういうパワーが高い選手は今後取っていきたいんですが、清宮選手に関してもちょっと粘り打ちを、取ってるな、取ったのか、そうか、この間取ったのか。はい。清宮選手もこの通りこれから強くなりますよというところで、じゃあ何取ろうかな、清宮選手。そうですね、逆境とかはまあパワーが上がるからパワーはもともと高いし、まあやっぱ代打を取ります。まず1軍に代打つけて、定着させたいと。まあ、今、谷口選手、白村選手あたりが、まあ、代打というところでは活躍していたんですが、そこをこう来年、再来年あたりにこう奪っていきたいっていう感じですね。はい、さあということで、さっきのロマン報酬やってもいいな。さっきのロマン砲でまた行きましょうか。野村選手もレフトできると。清宮選手より、あ、レフトちょっとうまい。これで行きましょうか。これロマンあるよな、本当に。めちゃめちゃロマンあるな。で、まあ調子でちょっと新垣を出して、もうめちゃめちゃ調子いい人を並べるというこのオーダーでいきましょうか。やっぱ長打力っていうのはロマンあります。よっしゃ！いや、この期間、太田大志選手、中田翔選手という今まで日ハムを引っ張ってきた2人がいない中、勝っていけるというのはでかいです。清宮選手、ホームラン。柴崎も、犠打を打ってます。はい。レフトフライ、センターへの、犠牲フライですね。はい。まあ、野村選手、ちょっと打ててないですけど、まあ、はい。で、新垣もホームランを打っていると。いや、起用に応えてくれますね。素晴らしい。いやー、この456は本当ロマンありますね。でもまあ1年間通してまだ活躍できるかっていうとちょっとさすがにまだきついかなと思うんですけど、まあこれからですね、はい、期待していきたいなというふうに思います。おお、めっちゃ調子いい。最近怪我人が出てから、まあこれが目指してきた形ですね、本当に。はい。まあずっとですね言っていたのが、まあ、2軍選手も含めてですね底上げしていかないと、こうやって絶対怪我がシーズン通して出るので、まあ、勝てなくなるよというねお話をしつつやってきたこのねペナント実況ということで、はい、まあ、そういった意味では素晴らしいかなと思います。谷口選手調子悪いのであれば、渡辺選手いきましょうか。はい、まあ、外野もしっかりできますので、一度渡辺選手もまたスタメンで使おう。まあ、能力もねいい感じで上がってきてはいるので、はい、OK。よーし、勝った。いや、柴崎打ってますね。はい、この試合は残念ながら清宮選手は打ってませんが、まあ、渡辺選手起用して活躍してくれたということで、はい、いやー、ちょっとこの連勝が続くのは素晴らしい。ちょっと連勝途切れるまで行こう。うわ、ずっと勝ってる。素晴らしい。いやー、ここでねもう一気に1位から転落しちゃうのかなと思いきや、やばくない ?1、2 あー、ここで負けてるか。1234567 1個挟んで8、2個挟んで91011 12連勝中。引き分けを挟んで12連勝中。やばい。13連勝いこう。よし、ということでここはちょっとオーダーを作っていこう、負けるまで。はい、まあただ谷口選手も打ってるんですけどね、新垣もね調子いい時はもう積極的に使っていくというね方針でいきたいなと思います。ここ渡辺選手にしようかな。さあ清宮選手とかもこのシーズン途中から活躍してくれる感じ、素晴らしいです。そして13連勝。いやー、柴崎打ってるな。柴崎やばいな。さあこれは初優勝いける気がする。さあということで、今、誰かが奪三振か何か覚えたので、このタイミングで一度上げてあげるっていうのも面白いですし、まあ、とりあえず練習設定はしっかりしてあげようということで、はい、あ、上原投手か、1回試してみようかな。まあ、柿木投手もここら辺で一度登板させようということで、まあ、プロ初登板いきましたが、続いてこのピッチャー試してみるというのもね非常にいいかななんて思います。まあ使うなら先発かなというピッチャーではありますよね。まあ球持ち奪三振というねこの2大特能を覚えればまた大きいということで、1つ覚えさせましょう。ではこのタイミングでいきましょうか。はい、まあそうだな、でもちょっとまあ本当にいろんなピッチャー使っていきたいというところで言うと、調子悪い選手をね一旦下げるっていうのも本当ありだと思うので、今のピッチャーがと言いますと、どこにいる上沢投手もうちょっとで戻ってこれると。よし、じゃあ久我の代わりにこの上原投手あげます。でここで吉田輝星投手1回先発します。で柿木投手は1回ちょっと交代ということで、よし、いろんなピッチャーを使っていきましょう。ここもちょっと調子悪いということで、もう変えましょう。調子いいピッチャーをどんどん上げていく。セットアッパーこの期間秋吉投手できます。存在感持ってるので、よし。で野手登録の方も眺めますと、そうですね、まあここはいじる必要はとりわけないかなということで OK、まあ、太田大志選手が帰ってくるまでこのオーダーで戦っていきましょう。さあ連勝を途切れるまでいきます。もう西川選手は絶不調でも変えられないと。本当に調子いい人を出します、清宮選手で。ここ渡辺選手でいこうか。よし、こんなオーダーもありでしょう。くそー、連勝止まった。いや、ただまあ素晴らしい連勝記録ができたかなというところではありました。そして柴崎ほんと打つな。いや柴崎いいね。いやーちょっと2軍に落として今一度この柴崎、そして清宮選手、野村選手という3選手ですね、これらの選手たち1回2軍で底力をつけようということで、まあ、昨年1年間はあんまり使わなかったんですが、それがここに来て生きてきたかなというふうに思います。3割3分3厘のホームラン11本、清宮選手に関しても3割1分6厘。はい。あれってか、オーダー変わった？清宮選手5番ファースト。あ、前回そうしたのか、自分で。横尾選手、違う、横尾選手がどっか行ったのかな。コンピューターが変えたのか。あれこれ前回5番にした記憶がない。動画止めてから。まあいいでしょう。もうこれで清宮選手のままでいきます。はい。このオーダーでいいです。したんだな、多分。そういう風に。したんだ、多分。変わってないもん。あとしっかり成績も残してくれていると。いやいいっすね、これ素晴らしい。 OK、ということでちょっと進めますね。太田大志選手がおそらくこの辺で帰ってこれると思うので、まあちょっと負けましたが、まあ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 ちょっとここは1人調べたい選手がいて調べたんですが、どの選手だったかな。それか外野のこの小池か高木かどっちか忘れましたが、まあそんなだったというところですね。はい。まだやっぱり今年はすごいっていう選手はこうピックアップされてないのかなというところもやはりありまして、はい。発掘しますということで、ここでさあ登録を変えましょうと。うわ、だいぶ変わってる。だいぶコンピューター変えましたね。太田大志選手21、あ、1軍から落ちただけで怪我の日数はそんなに長かったのか。うわ、清宮選手も変えられてる。うわ、ベストオーダーまで変えたよな。てかちょっと待ってくださいね。ベストオーダーは、あ、こっちは変えてなかったんだ。やっぱり野手登録の方だけ変えて、なるほど。で、清宮選手をという形にしていたんだ。なので、このタイミングでしっかり作ろう。作ります。こんなに1軍動くと思わなかったな。ちょっと待ってよ。これだから、まず、清宮選手が帰ってくる7日後まで、進めたいんですが、その7日間の戦い方ということで、うわー、高卒ルーキー牧が一度使われてますが、まだ牧は早い。はい、まだ牧はお呼びじゃない。なんでここで谷口選手落としたんだ。ちょ待て、これ2軍に落としすぎコンピューター。なんかね、怪我しても落とさないので 1,2 軍まあ交代してくれるように前回設定したんですけど、何とも言えない感じがあるな。こうなってくるとちょっと守備怖いですけど、この期間もう仕方ない。白村選手いきますわ。はい。いや、万波選手かな。いや、違うな。万波選手、今、絶不調なので、白村選手いきます。奥村の方が上で、まあでも、後の打順はそんな変わってないか。はい。野村選手、代打起用。ここ、代走起用か。島田もまだ早いんじゃないか。でも、他上げる選手がいないんだな。万波選手、一回上げよう。これをコピー。はい。1軍の DH をベストオーダー 1DH に。これ 2DH にもこれ入れちゃう。で、1週間進めて清宮選手戻すと。よし。いう感じでいきましょう。ピッチャーの方は勝手に変わるようにしていますと、多分。怪我が多い。やばい、マジック14点灯しましたが5ゲーム差になった。ということで、ここでうわー、奥村もそうなってるか。奥村、まあ疲労のこともありますし、1回ここで下げるのもありだな。これ4日間、奥村も1回下げを、もうシーズン後半戦は本当にいろんな選手こう使っていくという、まあ、意識のもとやっていく方がおそらく良くなるんじゃないかなということで。違うな、またコンピューター、いや、やっぱ変えてるな。なんだ、野村選手1番結構変えるな、コンピューター。ちょっとまた設定考え直さないといけないな。でもちょっとこれでいこっか。こうか。で、柴崎が4番や。柴崎、野村、清宮という、こうか。これやってみましょうか。はい。で、戻したいところとしてはですね、外野手、谷口選手、あ、怪我なのか、なるほど。怪我は仕方ないな。万波選手、スタメン行こう、ここで。福村選手、代打。代打持ってるので。うわ、怪我人を。怪我人を、これキッズキッズ、そうこうなるんでね。でもな、これな、1軍2軍自動入れ替えしないにすると、だからこれピッチャーの方はいいんですけど、割と調子いい人どんどん出してほしいし、ここの怪我はこうで、スタメンの成績不振の選手は何もしないにしようか。成績不振で変えるから、そこは自分で見極めて変えないと。じゃないとオーダーがあんなにめちゃめちゃ変わる気がしなくもないということで、これにします。いやー、やばいね、このオーダー。いや、もういないもん、清宮選手の代わりいないもん。まあここで試すのであれば、まあ足が速い選手、まあ1年間ダイソーで頑張ってきた岸里を外野で使う。こうですね。まあ9番っすわ、そしたら。こんな感じ。よし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 。打ち合いになりました。まあ柴崎3割は切ってましたが、まあまあまあ、というところでしょう。万波選手、ホームラン打ちました。ただ、すぐ交代してるんで、なんか怪我したんじゃないか、これまた。スリーランホームラン打ってまさか怪我？そして岸里、ナイス。2安打。盗塁もね、ぜひ決めてほしいところではありますが。これ、怪我じゃない、万波選手。うわ、期待してるのにな。うわ、野村選手、なんでこんな怪我するんだ。おい、なんでこんな。ちょっと待て。プロスピさんって感じですね、これは。うわ、西川選手、月間 MVP クソほど取るな。いや、やばい、終盤戦のこの怪我だらけ、やばくないっすか。また変えないと。また変えないと、もう万波選手も2軍です。こうなるともう1軍に上がる選手がいなくなるぞ、これ本当に。誰かいるかな。ちょっと待てよ。まあ森山選手ここで上げてみますか。はい。代打持っててパワーへ。ついに1軍だ。よし。まあ先発起用でもまあいいかなと思うんですけど、先発起用するか。もう思い切って。はい。レフト杉谷選手。うわー、ちょっとこれはね、戦力落ちてるっすね、うち、今。清宮選手が調子悪いので、これも落とそう。もう思い切っていくわ。もう思い切っていこう。もう調子悪かったらこの時期2軍に落とすっていう。浅間選手とかいるよ。だって。浅間選手とかいるよと。いや、本当にだからもうめちゃめちゃ必要なんだ。いろんな選手が。今更ですが。はい。本当にもう2軍選手も含めて戦力を整えていかないと最後優勝できないっていうのがこのペナント実況だなというところですね。はい、ということで高浜選手よりは石井選手の方が二遊間の守備固めも含め使いやすいと思うので、こうして、あ、てか待って、渡辺選手がそうじゃん、いるじゃんっていう、今思うとこうだな、これだな、 OK。ピッチャーの方はまあ戻ってますね。はい、この辺は戻るように、デスオーダーはいじってなかったので、戻って、ただ吉田康生投手、でもいい防御率だ。このまま先発で置いといてもいいかもしれない。はい。ただ、久我もいるし、というところで言うと、そうですね。悩ましい。戻します。久我が調子いいので、こうしましょう。もういろいろ回していく。で、ちょっと疲労が溜まってるマルティネスに変えて、ここでボルシンガー投入。こういうね、やり方もありますと。で、ソーダにはコピーしません。OK。楽しくなってきたよ。ついに楽しくなってきたよっていうところですね。はい。奥系給与を上げて、で、あとはクモン投手変化球アップ、左 A を目指している。ピッチャーは大丈夫。さあ、エアーズ補給 A になりそうですね。で、ここ2人が、はい、保守リード B になりました。で、新垣はとりあえずこれでオール D みたいな形にはなって、何をあげればいいかなっていうのは非常に悩んでるところではあるんですけど、新垣ね、オール C 目指します、なんとなく。なんとなくではないです。今後の正捕手を目指してですね。オール D 目指すっす。はい。オール D 目指します。そっから始めていこう。ここもね、しっかり見ていくと、今回のね、ペナント実況に関しては、杉谷選手、守備の超ユーティリティ化がもう進んでいる。さあ、渡辺選手、パワー B になった。よし。で、パワー A 目指したいんですけど、ここもちょっとさっきと同じくな理由で、粘り打ちだけ取ろうかな。粘り打ち強い説が自分の中に出始めているので、はい。さあ、みんなしっかりと能力を上げていこう。本当に2軍選手もこうやって、シーズン後半特にチャンスがあるということがね、分かってきましたよというところですね。はい。さあ、この選手も特能揃いにしていきます。牧もな、だから出番があったんですよね。高卒。お、キャロル、阿部比も覚えるやん。ちなみにキャロル、お、3割打ってる。これで阿部比つけばさらに打つということで。ということで、西川選手も三振克服して粘り打ちつけます。はい。さあ、奥村 OK、BB になって。で、ここから一気に総力上げます。2割7分4厘。これで内野安打とかもつけてたな。一番タイプに。阿部比内野安打盗塁へ。その辺を狙っていきたいなと思っています。よっしゃ行くべということで、ちょっと進めるしかないですね。ここまで進めます。4.5! やばい !3.5!3.0!3.5! マジックは点灯してるけど、よし 5.0! おおおお、ちょっと待ってよ、てか、発掘発掘、そこは。とにかく発掘。OK。で、ここで戻ってくるんじゃないか、いろいろ。で、森山選手、ホームラン1本はね、この期間に打ってくれましたというところではあります。で、浅間選手、いろんな選手を使っていくというね、ところでやっておりますから。はい。太田大志選手も戻します。ちょっと怪我つらいみたいなマーク出てますけど。いいか、3日後に戻すか、谷口選手と一緒にでは。では、清宮選手だけちょっと浅野選手と変えて、こうでいきましょう。ファースト森山というところも、誰か変えてもいいんじゃないかと思いますが、誰かいるかなあ、中田の翔選手が戻ってくれる。よっしゃ。まあさすがに4番に戻して、はい。こうですね。こうですね。よし。お、強い強い。このオーダーはいい。横尾選手も戻せるというか、1軍に入ってほしいですよね、もちろん。なので、お、代打。いや、まあお任せか。よしよし、みんな怪我から戻ってきています。まあ、結局優勝さえしちゃえばっていうところですよね。はい。優勝さえしちゃえば、もう、こちらのもんと。もうやっぱ戻そっか。いや、太田大志選手は待とう。あとは、ポストシーズンを戦っていくだけ。さあ、もう一気にいきます。おー、勝った！よし！優勝！ということで、パ・リーグ初優勝。おめでとうございます。ナイス！で、誰を落とそう。清宮選手、打ってるんだよな、ただ。これ誰を落とすか。もう一人落とさないと、太田大志選手が入れられないんですけど、誰を落とそうかな。悩ましいな。谷口選手も3割打ってるし、まあ、白村選手ですね、そうなるともう、まあ、ダイソーになってるけど、まあ、ダイソーでも足早いんでいいんですけど、ちょっと待って、奥村もいるじゃん、ちょっと待ってよ。で、太田大志もいると、うわ、これは誰を落とすか非常に悩ましい。わかりました、これ、杉谷選手ですね、落とすの。こうだな。で、清宮選手、ちょっとしばらく使ってもいいですね。太田大志選手も今年成績を残してないということで、このオーダーでしばらくいこうかな。で、奥村代打起用。はい。横尾選手はもう守備固めも、まあまあでもお任せでいっか。お任せ。渡辺選手もお任せでどんな起用でも、谷口選手もお任せでということで、これでいいでしょう。これで戦っていきましょう。よし！これでポストシーズンを戦い抜いていくということで、はい。ということで、6ゲーム差をつけて、シーズン制覇することができましたので、次回ね、頑張っていきましょうと、ポストシーズン頑張っていきましょうというところです。いや、よかった。後半戦、ほんといろんな選手がこう、怪我だったり、調子悪くなったりしてですね、うわ、やばいなというところではあったんですけど、もう誰もそうだ、ここ設定できないですよね。はい。やばいなというところを、まあ本当に若手であったり、この日ハムの生え抜き選手であったりというところがカバーしてくれましたね。ということで、いい育成ができてると思いますので、引き続き頑張っていきましょう。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス！